はいどうも、お疲れ様です。ちょっと今日はね、参拝系のドライバー運転手のね、ちょっとお話をしてみたいと思います。あの参拝系って言ってもね、いろいろジャンルがあると思うんですよね。でまあねサムネイルにも書いてるんですけど、あの産業廃棄物系のね、会社っていうのはまあ比較的残業が少ないですね。やっぱりプラントがまあ5時で終わるというのが非常に多いんで、だいたいまあ、4時半から5時、まあそうですね、5時ぐらいに現場、例えば5時ぐらいギリギリに、プラントで、捨ててで車庫に帰ってくるとかね、もしくはまあ4時ぐらいにもう現場を切り上げてそのままプラント行って捨てて帰ってくるとかね、もしくは自社でプラントを持ってたら、まあ、自社で持ってる場合はちょっと残業がね多少なりともあるかもわかんないですけど、まあそういうのもあって、比較的残業がねやっぱり少ない会社が多いですね。でまああとボーナス、まあこれボーナスもね会社さんによってねピンからキリなんですけど、まあ運送業界のようにねボーナスがないとかねもしくは年間でね、例えば、ボーナスが5万だけとかね、年間で10万もないとかね、そういうことはねあんまり聞かないですね。まあただ一見ね僕のちょっと昔の友達が言ってる参拝系はボーナスはなかったですね。ただね、彼が言ってるとこは4トンで彼は言ってるんですけど、彼で、土日祝、隔週で土日祝休みで残業がゼロですね。もう残業なしですね。なしで、4トンで手取りで27万か8万かなんか言ってましたね。まあ、ただボーナスはないんですけどね。そういうなんで、やっぱり参拝系のね、ドライバー、運転手っていうのは比較的やっぱり、まあそれなりにボーナス、ベラボニーは高くないですけど、まあまあ年間で60万とかね、年間で70万、年間で50万とか、あとまあ残業がね、マックス月40時間もないんかな。僕が知ってるとこでも、まあ、その彼は残業なしやし、まあ、例の35歳のね、廃材、木材の廃材の方のね参拝もあれも残業40いってないんかな。そうですね、残業確か40いってないと思います。まああとね、ダンプ行ってる人も、知り合いでねちょっといてるんですけど、まあそれもやっぱり、残業がほぼほぼゼロ、要一点二三十、要一点二三十残業はね、あとまあ、僕が知ってる、産業廃棄物系、まあそれも大手の、超大手ですけどね、まあほんまの日本のナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーぐらいに入る、とある、メーカーなんですけど、まあそこに入り込んでる、参拝系なんですけど、そこで残業が今月20時間、まあその知り合い一人言ってるんですけど、20時間か30時間あるかないかぐらいですね。まあそこはね、ちょっと給料がね、あんまり良くないというか、ちょっと安いんですけど、まあ給料がちょっとね安いんですけど、まあまあボーナスも年間、40万ほどあるのかな、年間40万ほどですね。であとまあ、土日祝休みで、土日はね、ローテーションで、出る場合があるんですよね。もうそれ出るで丸1日じゃなくて、まあ、半日、ダンプですよね、ダンプに、コンテナの方のダンプですね、フックロールのコンテナの方の、ダンプに、おでとかね、あとお水ですね、お水を、もう積んでるやつをね、それを、他府県の方に、朝一捨てに行ってで帰ってくるだけですね。だからまあ午前中に終わりますね。だいたい朝6時か6時半ぐらいの出勤して、だいたいまあまあ10時、朝の10時ぐらいにはもう終わるね。そういうのはもう土曜日を、ローテーションで、月1回か2回ぐらい出る程度ですね。でまあ残業もほぼほぼまあないねっていうので、やってはりますね。ですからそのまあ残業がね要は、少なめですね。で、ボーナス、まあ寸志とボーナスの間ぐらい、いい会社でしたら、ボーナスっていうのがありますね。でまあ退職金はどこの会社もありますね。はい、どこの会社、僕が知ってる範囲で言えば、退職金はどこの会社さんもありますね。はい、
でまあまあ、土日祝休みもしくは隔週で土日休みとかね、今言うてた会社さんみたいな、知り合いが言ってる会社さんみたいに、月に1回か2回ローテーションで、出るとかね、非常に、体の負荷の少ない、これ今挙げただけでも体の負荷の非常に少ない、作業内容ですよね。そういうなんで、産業廃棄物っていう、まあ、大きいこの産業廃棄物っていう、この枠の中でね、いろんなジャンルを細分化してるんでね、一概にねこれがこうあれがこうっていうのも言えないんですけど、まあ、大きい枠で見て産業廃棄物のね、仕事っていうのは、そっちの方で運転手を目指すとかね、っていうのも、僕は一つの選択肢かなと思うんですよね。ですからまあ僕のね、知り合いのその35歳の彼、まあその方、まあその本人も、もともとは、運送屋さんでね、大型トラックの方を乗ってたんですけど、まあ、やっぱりそのまあ近々ね、近い未来結婚も考えてるというのもあるし、まあ年齢が年齢なんでね、それなりの、会社で運転手をしようと思えば、まあ35歳っていうのが一つの、まあ僕はもうずっと思ってるんですけど、一つのボーダーラインやと思うんですよね。35っていうのが一つの、ボーダーライン、線引きのラインやと思うんですよね。まあその辺を機に、産業廃棄物、まあ廃材の方の会社にね、行きまして、今ね、まあ10トン乗ったり、4トン乗ったり、コンテナ乗ったりね、深掘りダンプ乗ったり、ショートダンプ乗ったりとかね、いろんな車を乗って、まあだいぶそういう技術的なレベルもだいぶ上がってるみたいで、はい。ほんで、まあ、あとユンボのね、資格も、その会社で、取らせてもらって、校内でユンボ乗ったりもね、今してるみたいなんで、まあその彼でもね、今手取りで27万、8万ぐらいじゃないですかね。ってことは、まあ34、5ぐらいは総額で、あるということなんで、残業も月40時間も今してるんかな、してないんかな、なんか、なんせ40時間前後、40時間も多分してないかもわかんないですね。それで、まあ、それなりのね、その金額があるということは、非常に僕、1時間の単価、1日の単価で見たらね、運送屋さんよりもはるかに高いんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、ボーナスが年間60ぐらいあるのかな、60近くあると思うんで、まあ、退職金も全然、普通にあるんでね、勤めれば勤めるほど、勤続が長ければ長いほど、最後のリターンっていうのは数千万ね、っていう形で返ってくるわけですから、ですから、その、トラック、ドライバー、ね、イコール、運送屋さん、運送業っていうのも、全然一つの選択肢ですし、それも全然ありだと思うんですけど、残業もちょっとあんまりしたくない、残業したくない、ね、休みもやっぱり日祝、土日祝休みたいとかね、やっぱり俺まだ若いから勤めて長ければ長いほど退職金のリターンが欲しいとかね、ボーナス、っていうのが欲しいとかね、なるとね、やっぱり、運送屋さんよりも、そういう産廃系の、運搬の方が、そういう方がにとったら、非常に、メリットが高いんじゃないかなと僕は思うんですけど、それが、若ければ若いほど、若ければ若いほど、そういう産廃系の方をチョイスする方が、僕はその長い目で見るとね、非常に、最後のリターンというのがやっぱ大きいと思うんで、でやっぱりね、その産廃系というのは運送屋さんと違って波もあんまりやっぱりないですよね。そんな大きい波も、公共事業が、まあ公共事業というのは永遠にあるわけですし、まあ、それに携わるねことも、できてるわけですし、だから金属スクラップの方でもそうですよね。そう要はそういうような廃棄物をねスクラップして、運搬するわけですから、そういう金属スクラップの、産廃系のドライバーもあると思うんですよね。ただし金属スクラップの方は日曜日しか休みがなかったような気がするんですけどね、比較的週1日曜日っていうのが、
やったような気がするんですけどね、ちょっとその辺僕もあんまり詳しくは知らないんですけど、まあそういう運搬のね、仕事もあると思うんですよね。ただまあボーナスも、それをスクラップ系もあったと思います。はい、まあ求人見ててもそうですしね、ボーナスもありますし退職金もある会社が多いと思うんですよね。ですからやっぱりもうそのトータルで見てやっぱりその運送業界と産廃業界の中どっちの運搬ですよね。だから僕はまあ若いければ、若いほど、まあ、先ほども言ったんですけどその産廃系をチョイスする方が、長い目で見るとリターンが大きいんじゃないかなと思うんですよね。でそんな極端に変則勤務も、ないと思うんですよね。まあ、ダンプさんはね結構夜勤とかあると思う、まあ、それもね強制ではないと思うんで、稼ぎたい人はその夜勤で、ダンプの運搬っていうのもねよく聞きますし、まあ、基本ねやっぱり昼勤日勤で、運搬してるのが多いんですけど、ですからまあ長い目で見ると、産廃系の方で若ければ若いほど、産廃系で運搬運転手の仕事をした方が僕は最終的には大きいメリットもありますし、まあ、例えば結婚するね、例の35歳のドライバーみたいに、まあまあ、彼来週結婚式なんですけど、結婚するに当たった時にね、こういう運送屋さんみたいに変則勤務とかね、長時間労働でね、家にいてる時間があんまり少ないとかね、そういうことは本当に少ないと思うんで、まあそういう意味でも、若者は取ったら若者にとったらまあ運搬は産廃系の方が、僕は、メリットが大きいんじゃないかなと思います。まあそういうなんでね、残業少なめね、土日祝休みね、ボーナスあり、賞金もありね、退職金もありね、比較的、日勤の仕事で、生活リズムが取りやすい環境で、運転手をするなら、産廃系のドライバーもありますよっていう、ちょっとそういうね、情報提供の意味も込めて、今日は、動画を撮らせていただきました。本日もね、ご視聴ありがとうございます。今後もね、よろしくお願いします。